プレリミナリーファイト第4試合55キロリミットスーパーバンタム級の一戦です。コウスケ、こちらはウィラサクレックフェアテックスミノワ所属、168センチ、ここまで8戦して2勝いずれも KO で挙げています。9戦目、対しては強肩陣18歳、プロ3戦目となります。画面の右側帰ってきました。相手の表情こうして探るようにお互い視察線上から見下ろすようにしていたのがコウスケです。首の椎間板ヘルニア、リスク大だったという手術を経ての強肩陣、セコンドにはお兄さんのトーマ選手がついています。トレーニングの兄貴分はあの強肩竹内雄二選手、そこからその異名をいただいている陣が帰ってきた。飛び込んでいく足技、ローキックお互い放っていきます。さあ前蹴りです。佐藤義弘さん、はい、強肩陣本当に苦しいその手術があったんですね。首、そうですね、僕あのその前の試合も彼あの強肩陣選手の解説させてもらったんですけど、はい、あれから2年だったのかって、あの時よりもでもなんかもうちょっとムエタイスタイルに近いなって思ったんですけど、今日はなんかだいぶスタイルチェンジしてきたんじゃないかなと思いますね。 K1 仕様に、そうですね、またそのスピードだったり切れ味というのは最大の武器なんですけれども、はい、それに対してコウスケですね、こちらは前回の戦い左ハイキック殲滅でした。まあ、今まで敗れてきたのがそのリアム選手であったり池田浩二選手、エルト選手と、まあ、リアム選手はクラッシュ王者にも輝いてますもんね。まあ、そんな戦いを経てコウスケ、赤いグローブ、左のミドルキック、まあ、燃えたいスタイルといえばそのフェアテックス勢ですよね。そうですね、コウスケ選手はムエタイの自分とはいえなんか本当純粋なこう頑丈なキックボクサーみたいなファイトスタイルですよね。まあ、こうゴツゴツ音が聞こえてきそうなスタイルありますね。一、はい、つガードも硬い高い、そこにローキックカーフキックもお互い放ってきます。ステップバックからの強肩ジン、ちょっと足元気にしました。ここまで距離感などどうですか。まあ、まだお互い探り合いの距離かなと思います。共にオーソドックススタイル、カーフキックジンが放っていきます。前蹴りにもつなげる左のリードジャブ、ガードの隙からさらにカーフキックへドミーザー。ジンの方がこうやってちょっと遠目から自分のね、攻撃出せるので、はい、あのコースがその場にいるとどん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 ジンにねペース握られちゃいますよ。まあ、またさらにフィットしてきますよね、ジンの方が、はい、前蹴り、これもなかなかコースにとってうるさそうです。コースも前に来る。選手によってね、この制空権っていうのが違いますんで、そこら辺も見ていくとめちゃくちゃ面白くなってきます。これそうですね、はい、そのあたり佐藤さんにもいろいろ教えていただきたいと思いますが、コウスケはちょっと近めの距離を望んでいて、はい、ジンは近めでも遠めでも今戦えるぞっていう感じは見えますね。まあ、ジンの方がちょっとこう選択肢多そうですね。ま、はい、もなく残り30秒になろうとしています。体を沈めるようにしながらミドルキックは赤いグローブコウスケ、ローキックは青いグローブ強肩陣、ダブル打ち、さらにアッパー、拳ねじ込むローキック、攻撃早いですね陣、はい、ストレートはコウスケパワフルです。打って左側回って飛び膝、制空拳、いろいろ強肩陣面白いですね、はい、変幻自在、そしてスピーディー、右のストレートバックスピンキック、ここで第1ラウンド終了です。さあ佐藤さん、どんな風にご覧になりますか。あの強肩陣選手の集中力もすごいなと、この自分の距離に応じて、はい、出す技を全部変えていて、最後のバックスピンなんて、ね、なかなか合わせるの難しいと思うんですけど、はい、的確に合わせますからね。まあ、本当に自分の選んだものをより自由にというふうに見えた1ラウンド目でしたね。はい、コウスケの方はいかがですか。コウスケはもうそのジンのこの遠目からガッとくる攻撃を潰して、はい、まあ、ローなりパンチなりでいきたいんじゃないかなと、はい、あの1ラウンド目みたいにこうちょっとあのその場で攻撃を受け続けると結構厳しいですよ。そうですか。まあ、何しろ切れ味の強肩陣、それに対してこうドスッドスッと力強い攻撃がコウスケ、
この中盤の第2ラウンド、それがどう現れるか、何が差になってくるか。スーパーバンタム級55キロリミットです。ローキック互いに放つ、ボディへの蹴り突き刺すのは青いグローブ強肩陣。これも距離設定ですよね。ハーフキック陣が見せてきます。ちょっとローブローあったか。これも鋭い右のローキック、ハーフキック、お互い放ちます。ストレート、コウスケが意を決したように飛び込んできます。ドリーチストレート、ジンです。まあ、本当に攻撃のバリエーション、ジンが豊富ですね。そうですね、豊富ですね。またさらにそれでアドバンテージをということになってくるんでしょうか。ジンは、ジンはその下がるときは下がる、はい、で圧力かけるときはかける、ね、でこうバランスがいいですよね。そうですね、まあ、本当に2年のブランク、16歳から18歳ってとんでもないことだったなというふうに思うんですよ ね、 ね、いや辛い2年だったと思うんですよ ね、 ね、本当にも青春真っ只中ってことですもんね、はい、伸びしろばかりだったはずです。おっさんの2年とこういう、ね、青年の2年では全然濃密さが違いますから、我々もいろいろ実感しますね。はい、そうです、はい、さあしかし27歳のコウスケ前に来ますね、はい、そうやすやすと復活の戦い飾らせるかという、ローキックですね。コウスケ、その佐藤さんのご指摘ありましたね、一ところにとどまってはいけないと。そうですね、受けたら受けても必ず動きたいところですね、ちょっとこの辺りはジンの正面にいるようです。ジンが打って一旦下がって左右前蹴りリードジャブかかる、そうするとローキックはコウスケ、コウスケが打つとジンがよく動きます。お互いオーソドックス、左足を前に構えています。右でローキック、コウスケサイド今声を送るとしたら何ですか。そうですね、まあ、受けたら返すですかね、はい、受けっぱなしだとどんどんやられちゃうので、はい、そうここで返す、内側から返す、右のストレート、左ガードの隙間から眼光鋭いコウスケ、アッパー、ジンが放つ顔面前蹴り、右フック振り払うようにはコウスケ。さあ残り時間34秒というところで、これホールディング、コウスケに警告が出されています。残り時間も少なくなってきました。第2ラウンド、蹴りの内訳、ジン、そして左手前にレーダーのようにしながらこうして測ってきます。右はカーフキック、嫌がったか、ボディ打ちアッパー、コウスケ前進、それでもミドルキックにはローキック、ジンが合わせた、その矛先、ジンの攻撃様々です。ちょっと口を開きながらのコウスケ、ローキック打ち下ろし、ミドルキックでコウスケが返す、さらに返す手はあるか、左のフック、ここで第2ラウンド終了。まあ、最後はちょっとこうグローブを下げてオラオラと声聞こえてくるような強肩陣のモーションもありました。うん、表情見えています。さてリプレイご覧いただいています。これはミドルキックコウスケに対してローキック陣でした、ね、そうですね、どうでしたか。この攻撃とかもやっぱ理にかなってますよね。こう左手でこの足をさばいてのローキックなんで、このさばきは K1 OK ですからね、はいはい。まあ、それに対してコウスケの方もですね、ちょっとこうホールディングがあって、はい、なんていう警告もありました。コウスケだ3ラウンド目、このまま行くとかなり厳しくなってしまうので、はい、どう打開していくかですね。一発狙うのか、狙うなら受けてしっかり返す、はい、その一発というのは2つの勝利、2つの KO 勝ちにコウスケは現れています。どこに光を見出すか、こちらプレリミナリーファイト K1 スーパーバンタム級最終ラウンドです。青いグローブ強肩陣、復活の戦い、俺のための戦いというこの一戦、ローキック、それから左をリードジャブにしています。いやいやとコウスケ、さあどう巻き返していくのか、これ拳投げるような右、ワンツースリーはコウスケです。また一層こう距離を一気に縮めてきますね、強肩陣。そうですね、本当俺の戦いができてると思いますよ。さらにローキックスピンキック、深
久保を捉えると今こそ康介前に出たかった。康介の方は K-1 ジャパングループですでに5戦しています。すべて KO 決着。よく動く強化金は右のストレート。ここはレフリーが一旦割って入ってタイムストップです。ノーブローありましたね。さあここも集中力は切らしたくありません。あちょっとすまなかったという表情を見せた友人です。うなずいてコウスケ前に出てくる。コウスケやっぱり距離潰したいんですね。あストレート共に放ってくる。それでも今度は逆に出て返して強肩陣パンチからのリターンキック沈むように崩れました。コウスケタイムラグが少しあってから7-8という声聞こえてくるようです。陣はダウンを奪った。もう1回大きくさらにパンチだ。今度は背中をべったりマットにつけてしまったコウスケ。勝ったのは強肩陣。あの苦しみの18歳が今日復活を遂げました。2年の時を埋めて余りある一勝。3ラウンド1分19秒惜しかったのは強肩陣やっぱり KO です。さあ佐藤さん、はい、ノーキックも功を奏してパンチもつなげていきました。いかがですか。そうですね、強肩陣の良さがもう全て出た試合じゃないかなと、はい、蹴ってよしパンチ打ってよし距離取ってよし、はい、近づいてよし、この2年間のこの悔しい思いとか、はい、すごい全部出た試合だなと思いますね。これは本当にあのウィザードキックボクシングジム陣営もみんな嬉しいでしょうね。はい、そうでしょうね。もうジム一丸の勝利なんじゃないですかね、はい、でもこうやって腐らずちゃんとこうやってリングにまた戻ってきてくれたっていうこの精神力もやっぱ強いですよね、はい、そこですね、はい、やっぱりまずそれがないとっていうことですもんね、まあ、周りの支えもあったと思いますし、兄トーマ選手もこうリング下から今見上げているんですがね、よかったなあという声またこれ伝わってくるようです。18歳のプロ3戦目ここから俺の復活劇が始まりますと望んだ戦いでした。京都出身地獄の2年、まあ、首の椎間板ヘルニア、まあ、本当に下半身動かなくなってしまうんじゃないかという可能性あったそうですね、はい、かなりひどいヘルニアだったんですね。でもヘルニアってこう完治ってなかなかしづらいので、はい、これから付き合いながらやっていかないといけないと思うんで、はい、本当ね大事にしながら、大事にしながらでも必死に頑張ってやってほしいなと。そうですね、はい、いやでもそういったところも何かこう力に変えていくような気持ちの強さ、はい、まあ、この戦いで勝って見せてくれたのかなという気もします。とにかく帰ってきました。この笑顔です。18歳となってまたたくましく強肩陣。